プライベートリッスン。プレゼンテッドバイキャンプソロ。プライベートリッスンほぼ半年ぶりになります。24個目のエピソードで止まってまして、25個目になります。なんで止まってたかというと理由がありまして、社会科学方法論を原点から考え始めるということでやってきたんですけれども、その出発点にようやく立ったのが24回目だったんですね。前回だったんです。で、そこでは脳科学の能動的推論っていうのを出発点にして、時間軸、そして知覚と行為のサイクルというものをベースにして、いろんな認識や論証、証明、あるいは科学方法論、特に社会科学方法論について考えようということなんですね。つまり脳に、ホモサピエンスの脳はどういうふうに動いているのかっていうことの中で、いろんな論証、論理的思考について考えなければいけないだろうと。つまり脳科学の最新の成果を踏まえなければ、あらゆる方法論、科学的証明っていうのは、根拠を失うのではないかというぐらいのつもりで語ってきて、で、ようやく出発点に立ったのが前回だったんですね。前置きが長いですが。で、出発点に立ったはいいんですが、そこからどう進めていったらいいのかっていうのは非常に思い悩みまして。で、なんで思い悩んだかというと、結局こだわってたのは、一つの方法論、一つの論証の方法っていうことを考えなきゃいけないと思ってたんですね。で、これが根本的に間違ってたっていうことに気づかせてくれた本がありました。これ、それが、最近出た、まだ出たばっかりの、論理的思考とは何かっていうね、この本に非常に大きな示唆を受けまして、つまり、論証や論理、的思考は一つではないということなんですね。いろんな論理的思考があるってある意味言われてみればそうだよなっていうことなんですが、論理的思考というと何か一つの論理的思考のあり方みたいなものをやっぱり考えなきゃいけないと思って、で、その観点からこれまでの演繹法、機能法といったものっていうのをこう、ある意味批判的に乗り越えようと、否定しようとしていたわけですね。で、その考え方自体はそもそも間違っていて、出発点に立ったはいいけど、そこから結局一つのあるべき論理的思考というのを導こうとしていたところで行き詰まっていたっていうことに気づいたわけですね。つまり論理的思考は多元的である、複数ある、いろんな論理的思考がある。で、それは何によって決まるのかっていう、まあ目的によって、決まるんだっていう、まあそういう話なんですけども、で、これが非常に示唆的でした。で、これに示唆を得まして、そういった複数あり得るいろんな論理的思考について考えていく中で、社会科学の、方法論についても位置づけていくということで、ようやく進路を取ることができましたので、ここからですね、再びプライベートリッスンを再開していこうということなんですね。で、今日のタイトルが Listen to Logical Thinkings。 Listen to